はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見五郎です。マテリアルのあゆみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、はい、ということでね、はい、ビールがね美味しい感じに ね、なってきましたよね。はい、いや僕ね結構ねあれなんですよ、黒ラベル派なんですけど、はい、夏になるとね僕ねどっちかっていうとねオリオン大好きなんですよね。オリオンビール好きそうですね。いや本当にもう T シャツがオリオンやからねということで、今日は T シャツ忘れましただからこの話いや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 、ほんまね何やろうね、あれを忘れんようにしよう思ったらこれ忘れるみたいなね、そんなことが気を取られちゃう。いやいやいや、もう本当にねもうねもうね自分でね嫌になることがたまにあるんですけど、ありますね、一番嫌やったのは、カメラ忘れた時が一番嫌だったけどね何しに来てって感じほんまにでカメラ借りてやったけど撮ったやつがなんかわけわからないやつになってたみたいな、変なモードになって、ね、そうそうそう、で結局撮り直したみたいなね、こともありましたけども、はい、今日は T シャツだけなんで、なんとか、大丈夫ですね。はい、はい、とりあえず2週分はこれです。来週もオリオンビールを楽しみください。はいはいはい、持ってこう買ってきて置いとこうか。はい、ということで今日はですね6月の25日ですね。はい、はい、今日撮影してます。してるはず。はい、あ、してるはずです、ね、してるはず、してますよ。はい、雨が降らないですから ね降ってないですからね、はい、とかいう感じなんですが、はい、でこの、6月25日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、今日は住宅デーです。住宅デー、はい、日付はスペインの建築家アントニオ・ガウディの、誕生日にちなんで今日は住宅デーとされております。ほうほうほう、はい、住宅建築に関わる職人の、仕事や技術をより多くの人に知ってもらうことが目的で作られております。なるほど、はい、アントニオ・ガウディっていうとね、どうしてもあのサクラダ・ファミリアってね、あのスペインの有名な、ね、建築物がみんな頭に浮かぶんですけど、そうですよね、でもね、実はあの地方あの辺にはアントニオ・ガウディが建てたお家とかもあるし、あの町とかその公園とかそんなのもあるのよ。だからあのガウディの町みたいなのがあったりとかして、すごい、そう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 、もうなんかこんななんかうねった感じの手すりがあったりとか、なんかいろいろあるんで、まあ建築家なんですよ、やっぱだから住宅から始まったある人なんで、はい、まあだから住宅とアントニオ・ガウディって言われたらね、イメージ的にはちょっとねつながらないんですけど、実はまあそういうところもやってるということですね。はい、はい、でもう一つ、はい、はい、指定自動車教習所の日となっております何それ1960年昭和35年の6月25日に、はい、指定自動車教習所を制度を導入し、はい、道路交通法改正法が施行された日となっております。公安委員会が指定した自動車教習所を卒業すると自動車免許の技術試験が免除されるようになりましたっていう日となってますね。要は教習所で仮免取ってとかやって、うん、で筆記試験をその試験場でね、はい、やるという、ね、はい、やつですね、っていうのができた日となってます。なんでこの日かというと、ムジコ、ゴロか、ゴロできたか、ゴロできましたね。はい、はい、なっております。皆さん安全にはね気をつけて、無事故で、はい、無事故で事故しないようにね、はい、この避難の日は終わりです。はい、はい、ということで、ではこのプレゼンありかなしか、はい、なんですが、はい、はい、このプレゼンありかなしか、今回はですね、映画のご紹介でございます、はい、また、はい、監督にね、取材に行かせていただきました。はい、はい、で今回がですねドキュメンタリー映画なんですよ。はい、で日本人の監督さんが、撮られたんですけど、撮ってるのはアメリカのあるコミュニティを、メインにして、撮影されてまして、タイトルがですね私だけ聞こえるっていう、はいはい、映画なんですけれども、去年アカデミー賞を取りました、はい、コーダ愛の歌ってありますね、でコーダって何って話なんですよ。
でコーラ、そうなんです、コーラっていうのは実は、いわゆるそのローあのローアのローですね、はい、あの耳が聞こえない方の、のお父さんお母さん、まあ、どっちかがあのローだった、うん、あるいは両方ともローだったっていう方の子供で生まれて耳が聞こえる人のことをコーラって言うんですよ。うん、で要するに一番最初生まれた時は、うん、あの手話を最初に覚える、うーん、お父さんもお母さんも手話で会話してるから、あの赤ちゃんの時からずっと実は手話に馴染んでいる。でそれが、小学校とか上がる時に、学校行く時に自分自身は耳聞こえるんで、うん、で、普通に会話っていうのをやり始める。だから会話もできるし手話もできる、うん、両方できる、まあ、バイリンガルみたいな感じなんですけど、はい、それがまあこうだっていうふうに言われてるんですね、はい、で言われてるんですけど言われてるんですけどね、なかなかねこのこうだっていう人たちの感じてることとか気持ちとかっていうのがやっぱいわゆる僕らヒアリングって言われるんですよ、あの聴者、あの聞こえる人、はいはい、っていうことでヒアリングの世界にいる人たちにはなかなか彼ら彼女たちの考えてることって分かりにくかったりとかするんですけど、この映画が、まさにですねそのコーダの15歳前後ぐらいの、少女、3人と、もうちょっと年いってるあの女の人とをちょっとメインで扱ってくれているので、まあ、その世界のことがちょっと分かるんじゃないかなという内容になってます。で松井至監督という、監督と、そのお話をねしてきましたので、まずはですね、もうとにかくね全部で1時間ぐらい喋ったんで、1時間さっき言っときます、2週にわたります、はい、で、あのすいません今日あの丸です丸しかないです、丸しかないです、今週と来週はもう丸だけです、はい、なのでとりあえずこのねインタビューを見ていただくと、あの大体なんとなく僕が伝えたいことを分かっていただけるんじゃないけども、できるだけたくさんの、できれば若い方、10代20代の若い方にこの作品見ていただきたいなと思ってますので、まずは、予告編と、そのインタビューを、ご覧いただきたいと思います。それではこのプレゼンありかなしかスタート。I come from a culture that most people don't understand. They think I was raised by awful or stupid people. I mean, I could hear, but I did not like talking at all. I've always wanted to be deaf.Dakotas, we're not deaf, but we're not hearing either. We're kind of a unique breed. No matter where we are in the world, our age, our gender, we still can relate. Everyday life is kind of lonely. I feel like I can't have that normal experience. I knew the concept of a coda, but I didn't know there was a name for it. For kids of deaf and all, for kids of deaf and all, for kids of deaf and all.They are still looking at deaf people like they're some strange beings from another planet. No, please don't be sorry. Like, you don't understand how happy I am in this like position. And just...私だけ聞こえるという、まあ、ドキュメンタリー映画の、監督で、いらっしゃいます松井至監督の、インタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、見させていただきました。ありがとうございます。はい、で僕ね珍しく僕大体 あの映画を見るときって資料見ないで見るタイプなんですよ、あのだからもう何も分かんないで 見てで見終わってからあの資料で追っかけていくっていうパターンで大体見るパターンなんですけど、はい、今回はあの
一応いただいた資料は一通り目を通した上で、見させていただいたんですよね。だからまあある程度制作に至るまでの過程っていうのも、監督自らの言葉ですごい書いていただいてたので、その辺は、承知した上で、見させていただいて、これ正直な感想ですよ、事前資料の方が熱が高くて、割と作品の方がさらっとしたなるほど。まずこの作品はですね、どういう作品なのかっていうのをちょっと監督の方からおっしゃっていただいてよろしいですか。私だけ聞こえるというこのドキュメンタリーは、ろうの親を持つ、聞こえる子供たち、これが英語だと Children of Deaf Adults って言うんですけど、その頭文字を取って、CODA で、コーダと呼ばれている人たちですね、子供たちを主役にして、アメリカの10代ですね、一番こう心が揺れる時期、アイデンティティの形成期の子たちを3人と、そして手話通訳者の女性を1人を追いかけて、テレビを追いかけの主人公で描き出すですね、コーダの世界のドキュメンタリーになりますね。今回出会った人たちは、基本的にそのローの親で、そして第一言語、赤ちゃんの時に一番最初に覚える言葉は手話で、そしてその後に、外に行って、小学校中学校は、体が聞こえるわけですから、ヒアリング、つまり聴者の、僕らと同じような聴者の学校に行くわけですね。それで、声で話すということをします、なので声で話す世界と手話で話す世界で、大元のこう土壌にあるのはそのろうの文化の世界で、そういう子供の方々と僕が出会って、一緒に作っていったという感じですね。東日本大震災のところがきっかけになって、コーダの存在というのを、アシュリーさんから聞いたわけですね。アシュリーさんが、これまで会ってきた人たちはみんなコーダだったんだよっていう、自分もコーダなんだという話ですね。それを聞いた後に、彼女は僕にコーダのドキュメンタリーはまだ誰も撮ってないと、それで私たちはそのコーダをこう世界中に広めたいから撮ってくれないかというふうに言われました。でそこからアメリカを舞台にですね、アンケートを踏まえていって、それに答えてくれた中でですね、ナイラがいたんですね。それで、ナイラとスカイプでつながって、非常にその感情がよく顔に現れて、僕はそのスカイプでもう話してるだけですごく魅了されたので、ぜひ、取材させてくれということで、彼女が住んでいるインディアナのところまで、モクター・アシュリーとカメラマンのヒースさんとで行きました。でこれは最初の3日間のロケですね、すごくうまくいったんですね。それで僕らも初めてそのデフファミリーの家に入って、そして初めてコーダの子供たちと会ったんですね。それで非常に驚くことがたくさんありました。ナイラが、そのインタビューを撮ったんですけど、その初めてのインタビューで、その私はローになりたかったという声をことを言ったんですね。でそれで、その言葉がですね、他の子もどう思ってるんだろうと思って、ナイラの友達たちにも聞いていったんですよね。そしたらそのみんなそう思っていたと、自然にそのコーダというのがそのローになりたいという欲求が湧いてくるんだということをですね、初めて僕は知ったんですね。で僕はそのローになりたいと聞くと、その何か障害を持ちたいとわざわざ言っているような、何か元々あった機能機関をですね、なくしたい、失いたいと言っているように見えるわけです。ただそれはすごく聴者的な見方で、その裏側でコーダは、その、ロー文化で生まれ育ってるわけですから、ここそこなんですよね、ロー文化っていうのがおそらく分かんないんですよね。いわゆる我々聴者からすると、その時に僕が聞いたその説明では、その大の意味はその手話だと目と目でずっと見つめ合いながら、その顔の一つ一つの表情も言葉になる、だからすごく親密なコミュニケーションになる、でそうやってことを交わすっていうことが、ロー文化の中では普通に行われてるわけですね。ですごくあったかいっていう言い方をしました。で一方ではその彼らは、小学校中学校でヒアリングの世界に
聴者の世界に行くわけですけど、その口だけで喋って目も合わせないと、うん、で感情が全然読めない、うん、顔からも体からも、そういうような世界で、どこに自分が来てしまったのかと、うん、なんでこんなところにいなきゃいけないのかと、うん、すごく冷たい世界に思えると、自分だけが家族の中で聞こえてしまっていることが違和感になるわけですよね、はいはい、なんで自分は聞こえる体に生まれちゃったんだろうという方が不思議なんですね、まあ、そんな風にしてそのローの世界にですね、はいはい、入ってきました。ただ向こうからしてみると僕はその聴者なわけですね。そうですね、はい、特にあのアメリカだと3つ言葉があって、デフワールドと、はい、ヒアリングワールドと、はい、そしてコーダーワールドですね、はい、これはもうアイデンティティが全く別の世界として、はい、日常的にその言葉を使ってるわけです、はい、なのでそのあなたヒアリングワールドから来たんですよねっていうような話になった時に、自分はずっとマジョリティとして生きてきたわけですから、うん、僕はヒアリングワールドの住人なんだというふうになんか初めて、うん、そういうふうに思うわけですね、はい、それで全く文化が違いますから、なんでここに迎え入れてくれたんだろうと逆に不思議な気持ちになって、デフのファミリーの中に聴者が歓迎してもらうことってあまりないわけですよね、はい、そういうようなことで3日間のロケが非常に成功してですね、うん、向こう側からこうバリアをこう解除してくれたり、はいはい、そういうような3日間でした。そしてナイラも初めて心の内をですね話せたと、うん、つまり人というのは日常的に近ければ近いほど本音が言えなかったりするじゃないですか、はい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 、そういうこともずっとあって、その15年ぐらいこう溜め込んできた言葉が、まあ、アウトサイダーの僕やアシュリーというちょっとコーラのお姉ちゃんが来たことによってわっと出たんですね、うん、本編でもずっとそのインタビュー1時間半のインタビュー使ってますけど、そのことというのはドキュメンタリーが起きるんですね、うん、それで僕はそのインタビューを撮ったので、その物語をこう浴びるようにこう受けてしまったので、はい、これ引き返せないなと、これはやっぱりどうしても映像でね、うん、作り切ってやっぱり運び切らなきゃいけないなと思ったんですね、うん、それで東京に帰ってずっと編集をして、それでドキュメンタリーの国際企画会議にこう出そうということで3分の短いバージョンを作りました。その時はもう本当に徹夜を続けて、どうしてもこのことをやらなきゃいけないと思ってましたね。それで非常にそのヒアリングの世界ではそれが評価されたんです、うん、で何か賞を取ったりとかということで、知られざるコミュニティを描いてっていうことが何か聴者の世界では成立するんです、うん、はいはいはい、ただそれはナイラが見たいと言ってですね、うん、ナイラに見せた時にこんなにかわいそうな存在として描かないでほしい、うん、そして物語をあなたが作ってるということですね、うん、つまり、僕がストーリーテリングをして映像を作りますから、はい、それはあの劇画でもそうですけど、ね、ある程度の物語にして何かを伝えるわけですね、はい、そのことが、彼女からしてみたら、そのたった3日間来ただけのヒアリングの中年のさんが、うん、英語をあまり喋れずに、うん、アメリカのシェアもできずに、うん、自分のこと何が分かるのっていう、うんうん、そういう風になってしまいますよね。結構彼女それ今回の作品の中で何回か言ってますよね。なんか私のことは理解できないくせにみたいなことって結構言ってますよね。はい、それはもうあのまさに僕が目の前にいたから言ったのかなと思います。つまり聴者がいないとあの言葉は出てこないですよね。だからコーダの世界というのを僕は知りたいと思って近づいたんですけど、はい、何か僕の中でそのドキュメンタリーを作るというのはその知られざる声をこう表に出すことだと思ってるわけですよ。そういう正当性があると思い込んでるわけですね、はいはいはい、そういったことの中にその人がの人生とか人の物語を代弁してしまっているということが出てきたんですよね。それをオナイラは非常に鋭く指摘しました、うん、そしてそれを拒んだんですね、はい、私の物語は私のものだから、うん、あなたはコーダじゃないんだから、うん、コーダになれないんだから、コーダのことがわからないということをまず認識してくださいというふうに言いましたね、うん、だからもうそこまで言われると、僕はあの自分なりに全力で作ってきたわけですけど、うん、彼女に言われたことに映ってる自分というのは非常に何というか間違ったことをやった醜い姿が映ってるわけですね。何かストーリーテーリングするということ自体が非常に醜いことのようになってしまうわけです。テロさんもそうかもしれないですけど、はい、映像ってやっぱり直美の人間を映してるんで、もう一回その人間に向き合っちゃうところがあるんですね。うん、はい、そうですね。だから編集するときなんかは、うん、
あの僕はだから過去なのにそれ現在として扱ってるわけですね。そうですね、はい。それによって生き生きした映像を作ろうと思うじゃないですか。どれだけその人のことを思ってるかっていうその感受性のまま編集に行って、そして実際の彼女はその僕に物語を作ってほしくないわけですから、うん、編集日の前に立つと彼女の顔は見れないわけですね、はい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 。それを操作しようという自分が非常にその差別する側ですから、はい、何か間違ってしまった側なので、それを自覚する作業というのは非常に時間がかかるんですね、うん。1年ぐらい結局動けないというか、うんうんうん、あのまともに進められない状態で、うん、まあ、向こうも、まあ、とてもとてもロケができるような関係ではなかったですね。はい、ということでございました。はい、私だけ聞こえるというやつですけどね、なかなかあの、予告編が結構ぐさっとぐさくるでしょうね。ね、うん、私がどれだけ幸せなのかを知らないくせに、うん、私のことをかわいそうなやつだと思うなって、ね、うん、彼女言ってます。ナイラ、あれがナイラちゃんなんですけどね、うん、はい、まあだから何でしょう、その、確かにそうなんですよ、はい、その彼女たちの世界って僕らは分からないんですよ、うん、まず手話できないし、はい、うん、でその手話が、手話でしかその意思疎通ができない人たちとの、うん、その接点も僕ら今ないじゃないですか、正直言って、はい、ですよね、うん、だから彼女たちがどう感じてるかも絶対分かんないんですよ、うん、だけど、この作品はおそらくその糸口になるので、うん、まあ、本当にたくさんの人にね、はい、見ていただきたいなというふうに思ったんです。どうでした？いや、もうそのその、ね、違うワールドがあるっていうのは、うんうんうん、斬新というか、うんうん、そういうふうに考えないじゃないですか。そうですよね、うんうん、だから、まあ、言われたら、うん、あ、そうかってやっぱ思うし、うん、で全くその違う文化があるというか、うん、違う世界があるっていうか、そうなんですよ、ね、一緒の人間なのに、うん、なんか不思議やなっていう、ロー文化とかね、デフカルチャーとかって言うんですけど、うん、っていう感じでしょ、うん、あの、うね、外国人の文化とはまた違う文化ですもんね、ん、なんかね、いやだからあの、まあ、翌編の中にも出てましたけど、うん、その国や、ね、うん、性別とか人種とかそんなことを全く関係なく超えたところに、うん、そのこうだっていう、うん、その人たちはいるんだっていうね、うん、あのだから、ね、うん、本編の中には出てくるんですけど、うん、あのそのこの話をこうつないでいってるのは、うん、アシュレイさんっていう、はい、あのアメリカ人の女の人 その手話通訳者なんですよ、うん、でこの人が実は、なんかね、東北の震災があった時に、うん、その震災でその被害を受けた人たちの中でそのローの人、デフの人がどうやって逃げたかみたいなの の、うん、あのそのドキュメンタリーを松井監督が撮ってるんですよ、うん、で彼女にその手話通訳を依頼してて、うん、で実際その、その東北の現地行ってどうやって助かったかっていうと、その要はこうだ、自分の聞こえる子供が、うん、あの呼びに来てくれて、うん、で連れて行ってくれたから助かったと、うん、でその時にね、そのじゃあこうだの人にその要は子供さんの方に取材をしてみた時に、アシュレイさんすごかったのがね、うん、一言も喋らず手話で全部やった。ほんなら向こうも手話で返してくるっていうね。だからあの喋れるんですよお互い、うんうん。でも彼女は母国語は英語でしょ。でも手話だったら関係なく喋れてる、うん。手話はもう世界。あのね、ほぼ共通。だからアメリカにアメリカ独特のとか、ちょっと違う、韓国には韓国独特のとかあるんですよ。だからちょっとだけあの多少はちゃうんですけど、でも ある程度は共通してる。ほぼ通じる。だいたい共通してるところがあるみたいですね。うん、でもすごいですよね。いや、すごいすごいすごい、うん、だからカルチャーって言われてあーっていうね、うんうん、感じなんですけど、まあで、まあ、一応その、この松井監督と僕 の、はい、あのインタビューに関しては、なんと松井監督は挫折してたんです、取材に行って、うん、あのナイラに言われたことが、
さ、あなたはコーダではなく、ね、コーダにはなれないくせに、で私がどれだけ幸せかも分かってないくせに、私の物語を取らないでって言われちゃって、で深く傷ついてしまってますが、かなり編集する時に見れないかなりね、あのセンシティブな方です。ナイーブな方で、はい、なのでまああの1年ぐらいね、あのできなかったということなんですけど、さてじゃあその1年後どうやっていってこの作品の完成にこぎつけたのが来週の後編に、でお聞きいただきたい。はい、はい、あのまあ何でしょうね、そのまあ2週にわたるんですけど、まあ当然ながらこの作品あの今日から第7芸術劇場、ジューソンのね、はい、第7芸術劇場でやりますし、あとあの7月15日からも、また別のところでやったりとかもしますので、うん、はい、ぜひですね、はい、映画館に足を運んでいただいて、はい、はい、すごいね、絵が綺麗なんです。あの僕ね、ドキュメンタリーっていうとあの結構家庭用カメラとかで撮ってて汚い映像がつながってるみたいなのが多いなと思ってたんですけど、めちゃめちゃ綺麗です。ですごい演出もされてて、あのもう一つね、音が綺麗。これね、映画館で見た方がいい作品です。あの映画館で見て、そのドキュメンタリーのその場にいるかのようにどうやったら聞こえるかっていうことを音響さんがすごい考えて作られてて、そういう意味でも完成度の高い作品なので、ぜひ見に行っていただきたいと思います。はい、ということでドキュメンタリー映画、はい、私だけ聞こえるの、松井達監督のインタビュー前編でございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで次あゆみ、はい、はい、お店の情報です。はい、7月に入ります。はい、はい、7月2日3日はチョイスです。チョイス来ましたね。ございます。はい、ただし今回の2日3日は、はい、いつものサードチョイスのお時間の19時からのみの、はい、チョイスとなっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、後ほど、はい、後ほどですね、はい、はい、詳しくおしゃべりします。はい、はい、そして8日、7月8日は禁止屋です。はい、禁止屋タがございます。はい、はい、今回作品は劇団銀河の、はい、多分明日です。ああ多分明日ね、出ております。はい、出ております。出てますね、出てますね。はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。見てる、何やっちゃった、タコの人ってどれやった、お母さんが、はい、乗り移って、思い出した、はいはい、分かった分かった、演出がすごくいいんですよ。私一番好きかもしれない、あの傘の演出なんね、はいはい、もう素敵なんですよ。はい、あれ難しかったですね。難しいよね、うん、あれはね、あのなかなか大変ですよ。はい、面白かったです。はいはいはい、はい、それもね、楽しみにしてください。はい、はい、雑貨店がね、今回7月は長い期間をさせていただきます。はい、7月15、16、17、18と4日間、はい、雑貨店させていただきますので、うん、ぜひぜひお越しください。はい、はい、ちょっとお時間が変動はするんですが、15日が14時から18時まで、はい、で16、17はいつも通りの10時から18時、はい、で18日の、月曜日ですね、祝日になっております。はい、こちらは15時までの営業時間になっております。なので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、いきますよ、今日のグッチョイ。はい、はい、ね、これね、あの編集するときがすごい楽しみです。このグッチョイにどうこの音合わせていくかっていうのを楽しみながら俺もやってる。はい、はい、今日のグッチョイは、はい、7月2日のチョイス、じゃん、はい、ニューシネマパラダイス。ん、なんか名作劇場で、名作劇場でね、はい、この間ちょっと、はい、やりましたね、やりました、はい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 、で今度のやつは同じやつですか？はい、同じなんですが、はい、フルバージョンです。フルバージョンで、なるほど、なるほど、はい、前回はフルバージョンじゃなかったんですね。なかったんです。あらららららちょっとね、カットされてたんですよね。そうね、2時間ぐらいの50分ぐらいカットされてるんですよ。はい、ね、だってこれ2時間50分あるもんね。はい、175分。そうなんですよ。ね、はい、はい、多分今出回ってるやつが120何分になると思うんですけど、はいはいはい、はい、なるほど、そちらの方がちょっとね、
楽しみだったんです思ってたシーンがなかったんですよね、はいはい、あれと思って、はいはいはい、それをちょっと見つけちゃったので、なるほど、また改めて、なるほどなるほど、ということですね、はいはいはい、はいはい、そして3日はこちら、3日がこちら、はい、来た、来たでしょう、来たね、これ来たでしょう、かっこインテグラみたいな言うたったこれはいいと思いますよ、はい、これは摩天楼、まあまあニューヨークはバラ色に、はい、あの摩天楼と書いてニューヨークと読むと思います、摩天楼と書いてニューヨーク、なんでよくわかんない、はい、はい、ですね、でも本当にこのね、あのタイトル通りって、はい、そのサクセスストーリー、そうですね、もうだからあのほら、バブル期ですよ、そうです、ね、もう世界中がもうなんか狂気乱舞してたというか、うん、1987年の作品です、ね、そうでしょ、そうでしょ、はい、もうバブル真っ只中ですよ、そうですね、はい、うん、だからその頃に作られてる映画ですから、もう内容的にもまあ超バブリーなんですけど、うん、逆に言うとね、あの楽しいんですよ、はい、楽しいですね、楽しいんですよ、うん、はい、だから楽しませてくれる作品には違いない、そうですね、はい、マイケル・ジェフォックスが懐かしいですね、いやいやいや、だってもうこのだってニューヨークはバラ色にの頃はもう超イケイケの頃ですからね、はい、そうですよね、バック・トゥ・ザ・フューチャーでドーン、そうそう、処刑教室とがあって、はい、でその後あのバック・トゥ・ザ・フューチャーが来て、はい、もうそれでガッツーンって行った後に来たやつやから、うん、そうですね、もうものすごいイケイケ状態の、マイケル・ジェフォックスが見れるという、はいはい、やつでございますので、はいはい、まあ、ぜひ楽しみにしていただければ、はいはい、お越しくださいませ、うん、お時間が19時から、ねはい、18時会場になっておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はいはいはい、料金が1500円でドリンクお貸し付きとなっておりますので、はいはい、一緒に楽しみましょう、はい、お願いいたします、はい、以上でございますか。以上でございます。はい、ということで今日のベンチャーでした。イエーイ。ということで、エンディングでございます。はい。はい、はい、今日も駆け抜けました。はい。はい、ね、もうなんせね、あの今日なんで俺これをあの忘れてきたかというと、あの今日のこの編集ですよ、はいはい、編集ですよ、もう松井監督と俺ほんまにね1時間ぐらい喋ってるんでこれをね10分は無理やろうと思って、でしかもねパート的に考えても結構重要なことをいくつも言ってくれてて、これ漏らしたくないなとか思って、で実はずっと朝から編集やってたんですけど、もう全く切れないなこれみたいな、でなんとかギリギリあの前後編には切れたので、はいはいはい、ということで前編あんな感じにはなっておるんですが、はい、はい、後編ぜひまた、はい、楽しみにしていただいて、あの、私だけ聞こえるか、はい、一体どういう形でね、最後着地したのかというところが後編で、お話聞いていただける形になってますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください、はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。一番